今回は日本とドイツの移民政策に関する投稿から。先月13日に法務省が公表した統計によると、2017年に日本で難民認定を申請した外国人は 19,628 人で、前年から約 80% 増加し、過去最高を更新しました。うち難民と認定された方は20人で、前年の28人から減少しています。認定数が前年比で減少したのは4年ぶりのことです。難民申請者の国籍は、多い順にフィリピン4895人、ベトナム3116人、スリランカ2226人などで、認定されたのはエジプトとシリアが5人ずつ、アフガニスタンが2人など。日本の難民認定は厳しいという声が国内外でありますが、難民条約にある人種、宗教、国籍、もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由に迫害されているという難民の定義を日本は厳格に適用しているため、相対的にハードルが高くなっているようです。一方で、積極的に難民に対して門戸を開放してきたドイツは、2015年以降100万人を超える難民を受け入れています。その結果として、さまざまな難民問題が発生しており、昨年の選挙では受け入れに積極的だった与党が大きな痛手を負いました。上記のような対照的な日本とドイツの難民政策に対して、外国人からさまざまな反応が寄せられていましたので、一部をご紹介します。